オネルキ・ガルシア・スペックは、キューバ・グアンタナモ州グアンタナモ出身のプロ野球選手。メキシカンリーグのユカタン・ライオンズ所属。CPBL での登録名は、大虹。2007年、セリエナシオナルでベースボールのインディオスでグアンタナモに入団。2010年の国内リーグ終了後、数ヶ月の逃走を経て、8月初旬にアメリカ合衆国に亡命した。 2011年12月中旬から年末にかけて同じアメリカ合衆国領であるプエルトリコに渡りウィンターリーグに参加した。MLB ドラフトはアメリカ合衆国カナダプエルトリコの参加国が指名対象となるがガルシアは2012年の MLB ドラフト前にはキューバ政府から事実上の国外退去扱いとされた。そのため同年のドラフト3巡目で ロサンゼルスドジャースからの指名によってプロ入りを果たした。6月19日に正式契約すると9月3日に A 級へと配属され乱直過問がクエイクスで先発投手としてプロデビューを飾った。2イニングを4脱三振無安打無四死球、無失点と好投したがシーズン終了となったため同年はこの1試合のみとなった。オフには調整のため アリゾナ周期リーグに参加した。2013年は AA 級チャタヌーがルックアウトで開幕を迎え、25試合に当板。2勝3敗1セーブ、防御率2.7553奪三振の成績を残した。8月11日にトリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ昇格し、10試合に当板して0勝1敗、防御率3.7214奪三振の成績を、 残した。9月11日にメジャー契約を結び、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの9回表から登板したが、支球を出し一死も取れず降板した。この年は3試合に登板した。オフの11月18日に、左肘骨片除去の内視鏡手術と、半月板損傷の修復手術を受けた。二千十四年三月十四日に、 前年の手術の影響で、60日間の故障者リスト入りした。8月31日に A 級乱直過門替え、リハビリで移動。同日のレイクエルシノアストーム戦で先発したが、0.2回を2安打に失点1死球で降板し、敗戦投手となった。この年はマイナーで1試合の投板にとどまった。2014年11月20日に、ウェーバー工事を経て、 シカゴホワイトソックスへ移籍した。2015年4月3日に40人枠を外れる形で参加の AA 級バーミングハムバロンズへ降格し、開幕を迎えた。この年は、AA 級バーミングハムとトリプル A 級、シャーロットナイツでプレイし、2球団合計で38試合に登板して1勝1敗、3セーブ、防御率4.8272奪三振の成績を残した。 2016年3月21日に自由契約となった。2016年7月8日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。14試合に登板して0勝1敗、防御率3.8230奪三振の成績を残した。8月11日までプレーし、オフの9月23日に自由契約となった。しかし、 その後も、メキシコでのウィンターリーグに参加し、10月下旬頃まで、メキシコに滞在した。2016年10月19日に、カンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2017年は、開幕を、トリプル A 級オマハストームチェイサーズで迎えると、一時的に、調整のため AA 級、ノースウエストアーカンソーナチュラルズにまで降格したが、8月26日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月12日に戦力外となり、9月14日に40人枠から外れる形でトリプル A 級オマハに降格した。10月18日からドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。すべて先発で10試合に登板し、3勝2敗、防御率3.23ホイップ1.18と高騰した。 2017年12月27日に中日ドラゴンズと契約を結んだことが発表された。背番号は70。2018年には4月4日の対読売ジャイアンツ戦に先発で一軍公式戦にデビュー。5回まで巨人打線を無安打に抑える高頭に加えて4回裏の第2打席で公式戦初安打、初打点を敵地打で記録するなど、 東打にわたる活躍で来日初勝利を挙げた。同月と5月には、いずれも先発で3連勝をマーク。7月18日の対広島東洋カップ戦では、7回、裏まで広島打線を無安打に抑えるなど、8回1安打、無失点8奪三振という高騰で、シーズン10勝目を挙げた。中日の投手による一致軍公式戦でのシーズン2桁勝利は、2015年の、 王の由来、若松俊太都以来、外国人投手では2011年の牧も、ネルソン以来、入団1年目の外国人投手では2000年のメルビン・バンチ以来であった。一軍公式戦全体では、27試合の登板で13勝9敗、防御率2.99という好成績を記録。13勝中12勝を、ドーム球場、10勝を本拠地。 名古屋ドームでの先発登板で挙げた。オフの残留交渉では、条件面での折り合いがつかず、中日との残留交渉は決立し、12月2日に、球団が契約保留者名簿から除外された上で、NPB に提出し、自由契約公示された。2018年12月17日に、阪神タイガースへの入団が発表された。 推定年俸1億7000万円という条件による単年契約で背番号は77。チームがこの年苦手にしていた広島戦と巨人戦に中日の投手として先発で3勝ずつ挙げた実績を踏まえての獲得だった。2019年には一軍公式戦の初登板から3試合で先発を任されながらいずれも7失点で降板。 5月26日の対 DNA 戦で、一軍公式戦における遺跡後初勝利を完封で挙げた。9月中旬までは先発で18試合に登板したが、2勝を追加しただけで、二軍での再調整も二度にわたって経験した。一軍が広島との間で、クライマックスシリーズ最後の出場権争いを展開していた同月下旬に、矢野陽大監督の方針で中継ぎへ転向すると、 救援で登板した3試合にすべて勝利。転校時点では、レギュラーシーズンの4位だったチームの2年ぶり、A クラス入りと CS 進出に大きく貢献したほか、CS でも第2先発として、横浜 DNA ベイスターズとのファーストステージ、巨人とのファイナルステージに2試合ずつ登板した。シーズン終了後の12月14日に、1年契約でチームに残留することを発表。 2020年には、新加入の右投手、ジョーガンケルとの間で、先発陣の一角を争う立場に転じていながら、春季一軍キャンプで、コンディション不良に見舞われた。一時は、実戦登板の目途が立たない状況に陥ったものの、当初3月20日に予定されていた、レギュラーシーズンの開幕が、新型コロナウイルスへの感染拡大の影響でおよそ3ヶ月、延期されたことを背景に、 開幕から一軍の先発ローテーションに入った。もっとも高等しながら、打線の援護に恵まれないまま途中で交代する試合が続いた影響で、公式戦のシーズン初勝利は8月1日の対 DNA 戦にまで持ち越された。開幕からこの試合の前までは7試合の先発登板で4連敗を喫していたが、同月26日の対中日戦にも先発すると、 味方打線からの大量援護を背に、シーズン2勝目をマーク。この勝利は、古巣、中日との一軍公式戦及び、同球場での先発登板試合における初勝利でも、あった。オフに自由契約となり、対談。2020年12月24日、台湾プロ野球の中心兄弟と契約した。しかし、開幕直後の2021年3月15日、 メディカルチェックで肘と肩の故障が発覚し解雇された。2021年7月13日にメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約した。190センチメートルの長身から投げ下ろす。最速時速155キロメートル、平均時速150キロメートルのストレートが武器。変化球は、ツーシーム、チェンジアップ、スライダーを操る。ストレートは、 打者の手元でわずかに変化するほか、ツーシームとチェンジアップの変化が類似していることが特徴。既婚者であるが、キューバ国内に妻子を残したまま、単身でアメリカに亡命した。ありがとうございます。